第9投げた、インコース低めいっぱいストライク、いきなり150キロ、投げた、打った、セカンドライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、ボール、投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、直球ストライク、アウトローへ、投げました、変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9球、内角ストレートは外れて、ボール、外れた、ボール、投げました、見送ってストライク、次が4球目、投げた、ボール。第5球、投げた、外れました、フォアボールです。今日2本のヒットを放っている村上、通算200号に王手をかけています。投げた、2球目ストライク、第3球を投げた、見送ってボール、第4球を投げた、ボール、第5球、投げました、打ちました、レフト前進、ジャンプヒット、奥川一気にホームへ、スワローズ1点入りました、村上タイムリーツーベース、ドラゴンズなおもピンチが、バッターは5番山田、今日はファーストフライと三振、まっすぐ見送ってストライク、ボール、第3球外れた、ボール、次が4球目、投げました、ストレートはボール、第5球投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして、試合は後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー小笠原、はい、ピンチヒッターはバルコ、第9球投げました、ストライク、初球ストライクから、2球目ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、1球外してボール、次が4球目、投げた、打ちました、ファウルボール、さあ投球は5球目、打った、流し打ち、打球はレフトの左へ、ファール、第6球を投げた、空振り三振、バッターアウト、打順はトップに帰って岡林、第9球投げた、初球打った、センター前ヒット、クリーンヒットです。岡林いいバッティングを見せました。左バッターボックスは2番大島、タッチセーフ、第9球投げた、決まってストライク、まずは見送りました。第2球見送ってボール、第3球を投げた、ボール、一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ、第4球を投げました、見送ってストライク、次は5球目、投げました、流し打ち、どうだ、ファールボール、第6球を投げました、ボール、第7球を岡林スタート、打った、大島追い込まれていますが粘ります。さあ8球目、岡林走った、低めのボール引っ掛けた、オスナボールを取る、オスナそのままベースを踏んでアウト、ツーアウト、このチャンス、第9球見送ってストライク、投球これから2球目、おっつけて打つ、切れていきます、ファール、追い込んでから投げました、打ちました、ファールボール、第4球は打ちました、当たり損ない、山田掴んだ、一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ドラゴンズピッ、6回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッター打ちました、初球打ち、ボテボテのセカンドゴロ、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番長岡、今日は三振とショートフライ、打った、センター前ヒット、長岡ナイスバッティングです。バッターは8番中村、今日はセンターフライとセカンドゴロ、投げました、ボール、第3球を投げた、3球目ストライク、第4球を投げた、ボール、投球これから5球目、インコース引っ張った、ファール、第6球を投げた、打ちました、レフト線ヒット、一塁ランナー一気に三塁へ、長岡三塁です、と中村いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、山崎第9球投げた、ナックルカーブ見送ってボール、アウトロー際どい球、ボール、第3球を投げた、外角低め見送ってストライク、投げました、ボール、第5球
投げました。ストレート決まってストライク。ラックルカーブ見逃し三振。バッターはトップに帰って塩見。今日はここまで3打数1安打。第2球投げました。打った、取りました。これで3アウト。2者石山。試合は終盤7回に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲石川。今日はファーストゴロとファールフライ。第2球流し打ち、ライトの右、ライト前ヒット。打ったバッターは二塁へ向かった。石川ツーベース。今日初めてのヒットになりました。さあチャンスを。第9直球に送ってストライク。いきなり152キロ投げました。もう投球はこれから3球目。アウトロー、ボール。第4球を投げました。4球目ストライク。追い込んで投げた、打ちました。第6球を投げた、打った、アルボール。投げた、外角高め、外れてボール。第8球を投げた、打ちました。ショートバウンド取った、タッチアウト。ワンアウト、ワンアウトランナー一塁に変わります。左バッターボクサー6番スチュワード、打ちました。初球ファールから投げた、インハイの直球はボール。第3球を投げました、ストレートはボール。さあ4球目、空振り。投球これから5球目、打ちました。打球は三遊間へ、二塁送球、セカンドフォースアウト。アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃に入ります。バッターはロマンあふれる長距離砲浜田。ドラゴンズ。第9投げました、アウトローを見送ってストライク。投げました、ストレートはボール。インコースへ打った、痛烈な当たり、ライト前ヒット、クリーンヒットです。浜田いいバッティングを見せました。代打は丸山、投げました。初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした。一塁はアウト、ランナー二塁に進む。第9投げました、アウトコース低め、スラーブ外れてボール。投球は3球目、投げた、会心の当たり、破った。村上ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。危ない球。第2球投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。投げた、危ない球。次が4球目、投げた、4球目空振り。第5球投げた、縦のスライダー、ボール。投球はこれから6球目。ここはフォアボールになります。際どいところでしたがフォアボールです。投げました、アウトコース低め、ストライク。まずは決めてきました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット。村上三塁回った、スワローズ2点入りました。オスナタイムリー。ドラゴンズなおもピンチが続きます。初球決まってストライク、まずは入れてきました、打った、セカンド左抜けるか、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺で梅野。8回の表、これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター強打、おっとデッドボール。バッターは8番ベル。ドラゴンズ。第9投げました、初球フォークボール空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、カットボールはボール。第3球を投げました、高めボール球打った、センター前に出る、ヒットになります。セーフ、二塁はセーフ、リューク。バッターは代打福本。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。第9見送ってボール。さあ次の投球、打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。第9投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、打ちました、サード右へのゴロ、
セカンドフォースアウト、セーフ、ゲッツーは免れました。第9球投げた、完全に外れた、ボール。投げた、打ちました、レフト前進、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほど8回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。バッターは鉄壁の男中村、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、高橋うまくさばいています。左バッターボックスは山崎、ストレート見送ってストライク、アウトコース、直球は外れてボール、投げた、ストライク、アウトコース、厳しい球でした、ボール。第5球投げた、ボール。さあ6球目、低めボール球打った、石川ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト、ボール。まずは内角、投げた、打った、いい当たりだ、ナイスプレー。セカンドから一塁送球、高梨好プレーを見せました、スリーアウトチェンジ。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターは細川、今日はここまで3打数ノーヒット。第2球投げました、打った、流し打ち、ファール。第3球は3球目ストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、投げました、ボール。投球これから5球目、打った、当たり損ねのファーストゴロ、オスナ一塁キャンバス踏んでアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはロマンあふれる長距離砲、石川、ボール。投げました、ストライク。第3球を投げました、ツーシームはボール。投げました、打ちました、ファールボール。次は5球目、投げた、アウトコース低め、空振り三振。バッターは5番高橋、ドラゴンズ最後のバッターになるのか。投げた、初球打ち流した、ヒット、レフト前ヒットになった。高橋ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。打ちました、ファール。第2球見送ってストライク、なんとか意地を見せてほしいところです。追い込んでから投げた、打ちました、左中間へ持っていきましたが、センター掴みました、ゲームセット。ドラゴンズ開幕戦敗れました、黒星スタートになります。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対0、ドラゴンズ残念ながら敗れました。勝利投手は奥川、敗戦投手は小笠原。ドラゴンズなんとも後味の悪いゲームでした。次のゲームでは奮起してくれることを期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、明治神宮野球場からお伝えいたしました。